はい、ジュンジーです。では前回の続き、このドンキーコングのステージを攻略していきましょう。1回でボス前までいけるかなと思ったら、思ったよりもこのステージが難しくてまだ途中にいます。ということで、ザクザク進めていきたいと思います。じゃあいきましょう。タルノル、これはタイミングか。今オッケー。あ、そうか、迷ってる時間はないんですね。もう針に貫通してますからね。よいしょ。じゃあすぐ押すか。オッケー、いったか。じゃあ上のチョコレートバーは何の意味もないってことですね。よし、オッケー。じゃあ一回戻ってみる。あ、戻れないんだ、もう。なるほど。こいつらは嘘でしょ。そうか、倒せないか。まあ、倒す以前に攻撃が当たるとこいつら寄ってきちゃうんですよね。なので、そうか、下から。じゃあこれも早く進めってことですね。了解です。じゃあ行くか。これね、ここはいいでしょう。よしよし。あ、意外といけるかも。あれ、あのブロック偽ブロックか。今貫通しましたよね。もう一回。これ偽ブロック、そういうことか。ここね。むずい。下から迫ってくるあの板、あれにはだいぶ余裕がありそうですね。ここはいけば。むずい。あほいあ、いけたー。オッケー。ちょっと早く早く。今一回ブロック乗んなくてもいいか。ここむずいぞ。どこもむずいむずいって言ってるような気がしますけど、いった。オッケー。ここよっしゃ。うわ、ちょっ、マジか。今何だったんだろう。よし、いった。壁か。オッケー。ちょっとこれ、オッケー。いったおお、ちょっと待って。そんな、オッケー。ここ、オッケー。いい感じ。もちろんオッケー。いったどうする。思いっきり飛ぶよ。よっしゃー、セーブ。むずいぞ。さすがドンキーコングってゲーム自体が難しいですからね、あのアクションゲーム。いや、ちなんでステージがむずい。よしよし。まあでもここまで来れました。これどっち行けばいいんですかね。あの右側は前回ボンバーマンのボスを倒す時に入った渦巻きですよね。どっちも行けるのこれ。どっち行けるの。こっちも行ける。下も入れるか、これ。あ、下はダメか。じゃあここだけですね。よし、まあ、迷いの余地がないっていうんであればすっきりしますね。じゃあ行きましょう。よっ、ボスか。オッケー。多分ドンキーコングステージなのでドンキーコングだと思うんですけど、こいつは誰だ。走ってく。このワニみたいなのなんだ。まあ多分ドンキーコングに出てくるボスだと思うんですよ。まあ、前回があのボンバーマンに出てくるボスでしたからね。多分そういうことでしょう。これはどうやって戦うんだ。なるほど。あのタックルは板に乗って回避か。
よっしゃあ、まあいいでしょうね。じゃあこれで打てばいいんじゃないかな。走ってきたらジャンプ。じゃあ、こんな簡単なはずがない。よし、まあ軽快な BGM なので決してボス戦な感じしないですけどね。よし、で次走ってくるのはジャンプ。オッケー、でまた乗る。これを繰り返すか。オッケーオッケーオッケー。これはそんなに難しく、あれあれ今何に当たった。よし行きましょう。で上にあるエンブレムなんですけども、あれ ONG とあるんですが、本当はもう一つ K というスペルがあって、でドンキーコングの本作の中でもそれを取ることによって、まあ、ステージ、新しいステージなのか得点が得られたりとか、まあ、そういう要素なんですね。あれ今 K が欠けているので、予想ではこのボスを倒すと K のエンブレムを入手して、でドンキーコングが来て2戦目って可能性ありそうですね。よし、まずこれを当てて避け、これ避ける、次避ける、オッケーオッケーオッケー。結構与えてますよ。そうそう、あれで上に持ってかれちゃうとまずい。オッケー、いい感じいい感じ。ん、なんだなんだ、 BGM がちょっと不穏だぞ。やばい、そいつの前が落とされてた。よし来い、ここ乗っちゃう。あ、乗れないのか。おお、早い早い。こっちの方法の方が多分いいような気がする。乗る。あ、いいねいいね、分かってくればこっちの方がいい。常に視界にボスを捉えていられるので。よし来た、次はこう来るね。もう一回出す。オッケーで早い、今度は早い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 。うわ、タイミングいいですね、この戦い方。よかった。よしよし、まだまだまだ、この船の船長なんだこいつは。乗る、次次早いぞ、注意注意。オッケー回避、次も早い。オッケー回避、どうする、もう一回来るか。オッケー、読んだ読んだ、もう一回来る。よっしゃー、どうなる。いや、またそれか。あ、K 落とした、 K 落としたけどキッド君にやられてしまった。さあ、またちょっとだった。ここで倒す。あ、やばいやばいやばい、今度早いよ。やばい早いってば、早い。オッケー、オッケー、もう一回もう一回。よし来た、あと一回避けろ。やった、倒せ倒せ倒せ、しまった、危ねえ危ねえ危ねえ、早く取れ取れ。うー、なんだそりゃ。くそ、ってことは第二形態ありですかね。でこれも避ける、ちゃんとね。よし来た来た来た、行った行った。さあ問題の歌詞です。こいつはやられてない、だからどうすんのこれ。あれあれ、ちちちちち、あ、一定時間待てばよかったんだ、待てばよかったんだけど、あの敵で倒すんだ。オッケー、よしよしよし、あとはこいつの攻撃を回避。よし倒した、でここ一定時間待つ。そうするとこいつは死んだふりをしているから起き上がるけども、この後の鉄球攻撃の回避。よっしゃ回避した、どうだ、まさかリバースしてくる、リバースしてくる、どうよ。オッケー、いったいったいった、倒す倒す倒す、いけるだろう、また来る。おー、ちょっと待って、どうする、永遠、おい、床抜けんのかい。こっからだよね、鉄球に
回避、もう一回リバースしていきましょう。で回避、その後はこうなる。回避、オッケーオッケー。いいよ、やべやべ。あー今与えた。3回目 OK で、次のは途中で止まる、止まんないよ。やべ、そうだよね。攻撃をして、あ、ダメか。3回 OK、 この辺だな、この辺にいて今 OKOK、 よし来た、ジャンプで受けろ。来たぞ来たぞ。え、ちょっと待って待って、リバースプラス、いやこれしんどい。まだ？お、いい感じいい感じいい感じよ。集中中。あっ、うっす。マジかー。オッケー。オッケー。よしよし、来た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 。よしよしよし、いいぞいいぞ。今度は失敗してせず倒すぞ。オッケー。オッケー、いいねいいね。よし、オッケー、いいよいいよいいよ。ちょっと荒ぶってんな、荒ぶってんな。タイムタイムタイム、オッケーオッケー。どうなる、あれ、ちょっと、んー、どうなる。うーっす、やっちゃったー。でもやっぱりちょうどこのゲームオーバーの V の下、あのあたりアンチっぽいですね。よし、読めないぞこれ。そうだ、ちょっと待ってよ、ここ、そうか、それが来るか。ここも避ける。で早めに入ってジャンプ、 OK、 ここはありがとう、 OK、 よし。でここからはよし、ねこれ回避したのかな。帰ってくるの避けたら乗るんだけど、こっち乗るか。危ね、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。来るか、おし、やった。今度はどう、今度いいでしょう、取らして、やったー。
めちゃめちゃ強かった。 1,2,3 で3があのボンバーマンのボス思いのほか弱くて、4もまあ波ぐらいかなと思ったら結構かかりましたね時間。やった、倒せた、めちゃめちゃ嬉しい。よっしゃー、次いける。次は5面ですよね。で一旦セーブ取って、今回この動画ここで、終了したいと思うんですが、戻ってきた先がこれあのシザーマン行ったところですよね。右にセーブあったよな確か。あったよ、あったあった。オッケー、よっしゃー。シザーマンの音楽も流れないし、まあ、この先おそらく戻ってあの壁があの塗られていたところ、あそこが怪しいと思うんで、あそこを見に行ってちょっといろいろまた探索して次のステージ進んでいきたいと思います。はい、ちょっと長くなってしまったんですけども、今回の動画はここで終了させていただきたいと思います。また次回もぜひご覧ください。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。